リチャード・ B ・ラッセルは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン級原子力潜水艦の37番艦。艦名は、ジョージア州選出上院議員、リチャード・ B ・ラッセル・ジュニアにちなんで命名された。リチャード・ B ・ラッセルの建造は1969年7月25日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、 1971年10月19日に、イナ・ラッセル・ステーシーによって帰港した。1974年1月12日に、ハーマイイタルマ・マージープ人によって、命名、浸水し、1975年8月16日に、収益した。1977年8月、ラッセルは、アンテナ部を収めた巨大なハウジングが、セール後部の船体に増設された。 このハウジングはユニークな特徴として、ラッセルバスルラッセルバスルとして知られるようになった。1980年に5ヶ月の地中海配備を完了する。1981年には北海での配備を完了し、その功績で主君部隊賞を受賞する。1982年にラッセルはパナマ運河を通過し、 メアイランド海軍交渉で拡張オーバーホールを行う。この間に、ラッセルは特殊任務官への回収が決定し、オーバーホール後の短期任務の後広範囲な修正が行われた。ラッセルは第一潜水艦開発部隊に配属され、いくつかの作戦活動に対して主君部隊賞が授与された。リチャード B ・ラッセルは1993年7月1日に、 予備役となる。1994年6月24日に退役、除籍され、ワシントン州ブレマートンで2001年10月1日まで保管された。その後原子力艦再利用プログラムに基づき2002年9月19日に解体された。ありがとうございます。